研究の3つのファクターは何をするかを考えつく、それを実行する、最後にね、これを相手に、相手というか世の中に納得させることができなければ研究は意味がありませんね。これは大きな重要な部分なんですよ。そこを忘れてはいけないですね。でその方法はミステリー小説のように自分の考え、自分の結論をかつ役に立っていく、しかもその解決法を相手に納得させられるように言えるかということですね。研究における重要なことはやはり何を解くかを決めることなん で、それが決まれば結構できてるんですよね。何が解ければいいかとか分かれば割といいことができることが多いですね。じゃあそういう問題が本当にあるのかなという時に、世の中には実はね、心配しなくてもね、いっぱいある。でそれをその世界のね、もう大革命を起こすようなことを考えようとするからね、そんなことはめったにありません。もっと身近なところにいっぱいあるので、それを解くことによっていいことが起こる。でたまたま運が良かったり、あるいは特別な能力を持っている人はそこからもう世紀の大発見、世紀の大発明に至る場合もあるでしょうと。だけどね、そうでなくたっていいじゃないですか。学生にもよく言うんですよ。そんなこれをなくてもね、例えばここにテーブルがありますとね。でここね、昔はねこう四角だったんですよ。これ私がね丸くした、これがね今皆さん使われてるんですよということができたらね、と自分のね孫に言うことができたら、これ以上の幸せはないんじゃないですかと。そういう意味ではある意味で謙虚という、まあ、謙虚と言い過ぎかな、そういうその大げさに考えないことがむしろいいことじゃないかというのがその意味なんですよ。一番は既成概念にとらわれないということでしょう。既成概念にとらわれない一番簡単な方法が、まあ、私の言う素人考えということでしょう。それは何も私はいつも言うんだけど、素人になりなさいと言ってるわけじゃないですよ。でも我々はもちろん研究としてのプロフェッショナルですから、知識を持ってるわけだし、持っていなければそもそも研究者でも医者でもないわけですからね。この2つの相反することをどう折り合いをつけることができるかというのが、想像力があるかどうかの差じゃないですかね。我々はいろんなことを習ってですね、こういう時にはこうしなさいと習ったわけですから、それをひとまず しないでおこうというのは大変なことですね。それは難しいことです。私の母から習ったことで一番今も思うのは、まあ人というのはね、うまくいってる時にはね、何をやってもうまくいくもんだから、そこでできることというのはね、これはもうそれは人は誰でもいいことができると。で差を作るのはうまくいかない時に、それをどういうふうに捉えて、まあ、克服していくとは別なんですが、うまくいかない時にどういうふうに感じてどういうふうに行動するかというのが、まあ、それが人の偉さを決めるもんなんだということはね、これは私の母がよく言ってたことなんですよ。それからもう何十年も経ちますけどね、今になってみてもよく当たってる言葉ですね。科学技術というのはいつも身の回りにあるということじゃないんですか。その生活そのものが科学技術で、我々は毎日の生活の中で問題を解いてるんですよね。ちょっといいこと、なんかほんのちょっとでもね、
もう少し便利にならないかなとか、もう少し楽しく、もう少し人を楽にさせられないかなという、ほんのちょっとしたことをするわけですね。物を動かすとか、それは問題解決ですね。そのプロセスは科学技術を進めるプロセスと実は同じことなんですね。そういう観点をすれば、気を楽にして楽しくやっていれば常にいいことは起こると私は思いますけど。